ティーズランナーということで改めて投稿させていただきます杉野と言います。このタイトルを決めた理由というのが、私50代ということで、改めてちょっと人生の節目を感じた出来事があったので、ここを機会に歌というものを改めて見直させていただいて、この年齢でこんなチャレンジをするとは、全然思ってなかったんですけど、3年前に妻を亡くしてからですね、一人でこう暮らすことが多くなって、これから何をしてたらいいだろうかと思いになった時に、過去にやっぱり歌を歌ってですね、そこで出会ったこと、そういった出来事であり思い出、そういったものを思い出しながら気持ちをこう整理していったということもあって、こんなチャレンジをしています。皆さんもこれからいろいろな出来事があると思うんですけども、そういった年齢を重ねた経験なり、そういった感じたことを歌で表現できたらいいなと思ってこういったサイトを開かせていただきました。今月からチャレンジということで、4月から月2回投稿させていただくことになると思います。まだギターをアコースティックギターを以前やってたんですけども、30年近く触ってないこともあって今練習中でして、カラオケでまず投稿させていただくような形で進めさせていただければと思っています。もしこういった場でですね、一緒にやっていただける方がいれば、一緒にこう演奏できたらなと、私はまだボーカルしかできないんですけど、そういったことができたら嬉しいかなと思っています。これから進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。